はい、こんにちは、一番本です。今日もよろしくお願いします。前回、アメリカンカレッジの頑丈さんについてお話しさせていただきました。で、今回、材料の一部を、お持ちしました。で、こちら、何かと言いますと、これで、骨組みを組みます。まあ、これ一部短いのを、お持ちしたわけで、まあ、基礎がありまして、その上に、これが乗っかってこう基礎の上をこう、まあ、要はお家でいう土台ですね、土台を引いて、でさらにこの上にまたこうこれが柱、お家でいう柱と梁という風になります。でその上に、お家でいうサイリングの代わりにスチールをどんどん貼っていくわけですが、こちらの大きさ太さが、ちょっと分かりにくいかもしれませんが75mm、7.5cm あります。非常に、屈強です。まあ僕は非力ですけど、まあ絶対こんなのをやっても潰れないわけでありますので、そして、また軽いんで、非常に便利、使い勝手はいいと思います。ぜひ、こちらでガレージの施工というのも、ご検討いただければと思います。あとカラーが、いくつかパターンありまして、好きな色をお選びいただけますので、どんなお家にもどんな、土地柄にも、非常に優れたものでございます。ぜひご検討ください。それでは今日もありがとうございました。失礼します。